ネコス王国。ようこそネコス王国へ。今日は漫画版ドラゴンボールスーパー第74話についてです。ネタバレを含むのでご注意ください。今回のお話でなんとベジータが新形態になりましたね。ついにウィルスとの修行によって身につけた破壊神の技を操ることによって新しいベジータが誕生したのです。ブルー進化を上回るベジータの最強形態ということになりますね。特徴はご覧の通り、まず眉毛がなくなり、スーパーサイヤ人3のような顔つきになっています。やはり眉毛がなくなるだけで結構ダークな感じになりますね。そして髪の毛は普段よりも襟足が若干長く、色は確定していませんが黒や紫、濃い青色なんかが候補になるでしょうか。ウィルスの気の色が紫なのでオーラなんかも同じような色なのかもしれませんね。ファンアートでも紫色を想定している方が多いようです。宇宙一の戦士であるグラノラと対峙するベジータは序盤から終盤直前までスーパーサイヤ人ブルー進化で戦いましたが、さすがにグラノラは強く、なかなかダメージを与えることができません。グラノラは自身が宇宙一になっていることから絶対にベジータには負けないと考えているのですが、ベジータはグラノラに対し、たとえ宇宙一であってもあるものが足りていないと指摘します。それは戦闘経験の差。ベジータ曰く、グラノラは確かに宇宙一の強さを手に入れましたが、修行をほとんどしていないためその力を使い慣れていないそうです。かつてウィミューやザマスが悟空の体を手に入れたことがありましたが、結局完全に使いこなすことはできませんでしたよね。要するに強いものを手に入れただけではダメであり、それをどのようにして自分のものにしていくかということが大事なのでしょう。しかしそれでもグラノラは強く、ブルー進化のベジータでは多少食らいつくも逃げ回るのが精一杯です。そしてグラノラはベジータを一気に仕留めにかかり、ベジータは大量に吐血してしまいます。グラノラはにやりと笑い、これで決着がついたかと思われましたが、突如ベジータは笑い始め、楽しいぜ、こんな気持ちは久しぶりだ、何かを守るためでも誰かを救うためでもない、ただ戦闘だけに集中できる最高の気分だ、戦闘民族サイヤ人の血が騒ぐぜ、はぁ。そう言うとベジータは今まで悟空が感じたことのない神の気を発し、空高く舞い上がるほどのまがまがしいオーラに包まれます。そしてついに破壊神の技を発動したベジータが姿を現したのでした。なんだそれは。急激なベジータのパワーアップに動揺を隠しきれないグラノラに対し、ベジータは言います。破壊の神が教えてくれたんだの、本能のみに突き動かされる力には上限がないってな。次号第75話にてベジータ VS グラノラ第2回戦が開幕します。というわけで第74話のストーリーについてお話しさせていただきましたが、果たしてベジータはグラノラに勝つことはできるのでしょうか。これまでのパターンだとベジータというのは悟空の引き立て役としてかませ犬のように扱われることが多いのですが、今回は急所突きとはいえ身勝手の極意孫悟空を倒したグラノラに対して、ブルー進化の状態でもそれなりに食らいついていましたし、満を持して破壊神の技を披露したベジータはグラノラが修行をしていないなどの欠点を指摘していることから、このままグラノラに勝利する可能性も十分考えられるかと思います。そうなれば久しぶりに悟空を超えるほどの強さを手にしたベジータを我々は目にすることができるでしょう。これまでにもベジータが悟空を上回っていた瞬間は何度かあり、決して不思議なことではありません。しかしグラノラもまだ本気は出していないようなので、破壊神の技を操るベジータをどう攻略するのかにも期待したいと思います。今後の展開についての予想ですが、このベジータとグラノラの戦いは決着がつかないことも考えられます。例えば戦っている最中に空が暗くなり、いよいよシリアル製のドラゴンボールを使用した誰かがグラノラを超えて宇宙一の戦士になる展開もあり得るでしょう。今の雰囲気だとグラノラはラスボスにならないような感じですので、さらに強い敵を登場させる必要がありますよね。やはりガスあたりが最強のパワーを手にするのでしょうか。
モナイトの寿命も気になりますが、何らかの願いは叶えられてしまいそうです。グラノラの最終目標は、フリーザを倒すことですが、もし、今グラノラと対峙した場合、1対1ならば、フリーザはほぼ確実に負けるはず。仮に、ガスが宇宙1になり、悟空とベジータの力を借りて、なんとか倒したならば、次は、いよいよフリーザの居場所へ向かうと思われますが、そう考えると、フリーザとしては、そろそろグラノラ対策ができていないとまずいですよね。この聖斬者グラノラ編では、フリーザはまだ一度も登場しておらず、今何をしているのか、さっぱりわからない状況なのですが、フリーザはグラノラのことを知らないとしても、悟空とベジータに対する対策は、すでに講じていてもおかしくはありません。要するに、新しい仲間を引っ提げて、堂々と登場してくるかもしれないわけで、その仲間がラスボスになるという可能性も、否定はできないでしょう。さあ、この先どのような展開が待ち受けているのでしょうか。ということで、第74話はベジータの新形態で持ちきりでしたが、皆さんはどのような印象を受けましたか。まあ、ネット上の意見を見ると、賛否両論あるようですが、私としては、新形態は見ているうちにだんだん慣れてくるものだと思っていますし、それこそ、今後アニメ化された場合は、さらにかっこよくなるのではないかと期待をしています。次号の、新しいベジータの活躍が楽しみですね。では、本日はここまでです。皆さんの感想、予想コメントなどもお待ちしています。最後にチャンネル登録、高評価もしていただけると大変嬉しいです。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。